中国不動産市場を揺るがす危機が再び注目されています。11月24日、大手不動産会社郵送中国の本部に返済を求めて押しかけた人々がフロアを埋め尽くして眠っている様子がインターネットに公開されました。郵送が各地で物件の販売価格を下げて大量に投げ売りしたことや虚偽の宣伝を行ったこと、また物件の品質不良といった問題を起こしたことに対し、 同社の物件を購入したオーナーが所有者の権利保護を求めて抗議活動を行っています。11月24日、大勢の人が郵送本部オフィスに押しかけて、フロアで眠っている様子がインターネットに投稿されました。消息筋は、同社に騙された人々が返済を求めて押しかけたのだと明かし、郵送の総裁補佐以上の役職は、半年間の給与返上、一定以上の管理職クラスは減給、 残りは割合に応じて考慮されると話しています。インターネットを検索すると、不動産オーナーが郵送に対して行っている抗議活動は毎年発生しており、今年は多くのオーナーが郵送が不動産物件の価格を下げて大量に投げ売りしたことに不満をあらわにしていることがわかります。ある物件は1平米あたり数千元値下げしたため、 差額が数十万元に上っていますまた別の所有者は同社が虚偽の宣伝を行ったことや物件の品質に問題があることを指摘しています価格は下がる傾向にあります一部のプロジェクトは値下げしています年末に行われる一部の優遇も値下げとみなしていいでしょう売れないのです なぜなら物件は今不足していないし新築物件が山ほどあるのですから郊外や都市の一部では場所が少し偏僻だったり設備が十分に整っていなかったりしたら値下げ幅も大きくなります抗議活動が起きるのは業界間でも競争があるのですからいくつかの手段がありそれで物件引き渡しの際にいくつか問題が出ることがあります昆明スナックリゾートの販売スタッフを務めるリさんは 抗議活動の理由は物件によってまちまちだが昆明スナックリゾートの場合は第1期分譲文が店長保護区に近かったため整備と工事が停止されたことがオーナーの抗議活動の引き金となったと説明していますどのディベロッパーも問題を抱えていますその問題が大きいか小さいかだけです郵送の場合は抗議活動を抱えています 第一期の物件は市政府の規定でレッドラインに近づいてはならないため天地に近すぎてはなりませんだからこそこの権利保護の問題が発生したのです懸案になっているのは物件が滞りなく引き渡されるかどうかなのです私たちはすでに第一期の一部の物件を引き渡しています郵送に対し権利保護を求めている多くのオーナーは取材に応じておらず この権利保護問題について郵送のスタッフは、このプロジェクトの解決方法を見つける必要があると回答しました。郵送は中国不動産企業上位100社の第5位にランク入りしていますが、現在は深刻な経営危機に陥っています。郵送は11月14日、既存株式の割り当てと新規株式の発行を行うと同時に、郵送を含むの既存株式の割り当てを行うとして、 その総額は9億5200万ドル、約1078億4300万円に上ると発表しました。また、郵送の孫晃品当事省は、会社を救うために無利息で自己資金4億5000万ドル、約509億7600万円を投じるとしていますが、翌日には同日の株価が10%も下落し、郵送の債権は暴落に歯止めがかからない状況です。 NDD Japan がお伝えしました。